やっぱり毎試合1点っていう目標は欲しいです。いつも思ってます。小学校の時から、サッカー始めた時から、だからそれに向けて練習またやって、またゼロに戻して、また1取れるか取れんかっていうところを毎回繰り返して、でそれがうまくいけばね、全試合いけるかもしれんし。自分の中で波があるなっていうのは、やっぱ自分に弱いところがあるから波があるんやろなと思うし、自分に強い人ほど波は多分ないんですよね。まああってもそんなでかい波じゃないっていう。毎年去年よりまた今年の方が良くなるように、去年より今年の方が良くなるようにってずっとやり続けてると思うんで、まあ僕は今年はやっぱそういうところをちょっとでも隙を作らないようにしたいですね。でも小学校の時っていうか保育園ぐらいの時から、やっぱりなんか自分で課題を指して、それをクリアせんかったら飯食わんとかしてたから、5時ぐらいに起きて隣のおじいちゃんのところに行って、他人なんだけどね、コーヒー牛乳もらって一緒に朝、ね、ゆっくりして、でそこからリフティングを100回やんないと、とか200回かなんか300回か忘れたけど、結局朝やり始めて俺昼ぐらいやったもんね。何回も親に早く飯食わんかいって言われてたんですけど、そんな食ってられるかみたいな感じで、こっちが先やみたいな、泣きながらリフティングしてたし、もともとできなかったから、そういうの。でもそれが面白かったから、でその負けず嫌いっていうか、そのできないのが面白いかも。できるようにするのが面白くてずっと頑張ってたんじゃない。まあ、それがなんか、まあ、ルーツかどうか知らないけど、でもまあ得点王はもう常に狙ってますし、多分狙わないと多分フォワードじゃねえんじゃない、多分狙ってないやつは多分絶対得点王になれないし、多分狙ってるやつだけじゃない取れるのは。